ミュージカルカフェようこそ。はい、ご無沙汰しております、はい。今日はこのカフェに、ミュージカルカフェをご覧いただき、朝見に来てくださった方が来ていただきました。ありがとうございます。もう偉い遠くからありがとうございました。見てますか？そしてお手紙とかも本当にいただいて、見てますか？すっかりもうなんかお友達感覚ですが、でもなんか心通じるんですよね。でももういちいち言ってくださることも、本当に私たちが言ってほしいことをそのままご感想をくださる、ミュージカルカフェをご覧いただいている皆様、本当にありがたいです。本当にそういう風に言っていただくのが一番嬉しいっていうことを皆さんが言ってくださって、何ワクワクしてるの嬉しいな。こんな感じですけど、はい。それでは、次回作決まりましたか？もともと青くちるって言ってたんですよね、新選組。そうなんです、青くちるのはずやったんですね。そうなんですよ。新選組、これ前にあった新選組ヒーローズなんですけど、これがめっちゃ若かりし頃松本ですね、はい。これめっちゃ若い、みんなめっちゃ昔これそれ2017年、でも2017年、だいぶ前ですよね。でこの2010、ほんまかいな。でうち新選組のミュージカルが2本あるんですけど、どんだけ新選組好きやねみたいな感じですけど、これが前のチラシなんですけど、これが新選組ヒーローズっていうやつで、その後この青く散るっていうやつをやりました。で何が違うんや新選組ってなるんですけど、こちらはほんまにもともと龍馬っていう幕末のミュージカルをやってて、それの続編みたいな感じで、姉妹編みたいな感じでこれを作ったんですけど、その後、またやり直しまして、この新選組大使だけのお話に、もともとはちょっと現代の子が出てたりしてたんですけど、これはヒーローズはもう全く現代人は出てこず、新選組が結成されるところから、近藤と土方の別れで、土方が、函館に行く前で終わるみたいな感じなんですね。でこの八木さんっていう、新選組が京都に屯所を移してた、八木亭って八木さんのお家に、屯所があったんですけど、そこの為三郎っていう男の子がおって、でその子が、ちょっとこうストーリーテーラーみたいな感じでやるのがこのヒーローズです。でこちらの青く散るというのは、同じくこの新選組大使のお話なんですけど、こちらは土方歳三が函館に行って函館で戦死するまでをやっていまして、で現代の、女性が、作家の女性が、出てきて、この作家が新選組のお話を、小説にする。でも新選組を実はこの人は嫌いで、でもこの人が新選組っていうことをちょっと、だんだん分かっていくっていうのと、彼女の分身みたいな人がアズという、この人が架空の人物で、こうアズっていう人間が出てきて、この新選組の誠に、気持ちを反旗を翻してたこの彼が、この主人公の作家の人と共に、この人たちの生き様を知る上で、だんだん心に変化を起こしていくっていうようなお話なんですね。で、どっちかというとこっちはちょっと明るい、前半はとことん明るくなってまして、こちらはちょっとグッと文学的な感じになっております。でこの間朝地やって、で私的にはちょっとなんか劇団員のこう なんかこうして面白い、この人たち面白いからなんかその面白さの役者の個性をね、この作品の方、こっちの方が出ていいんじゃないかなと思って、こちらの方を今回やり直すこと、焼き直すので、また今から曲をまた作るんですけど、めっちゃ作らなあかん、ね、頑張るなんですけど、この皆さん新選組って知ってますか？幕末ってよう分からへんまっていう方もいるかもしれないんですけど、私は幕末はすごい面白くて好きなんですけど、戦国時代も好きなんですよね。で、日本の歴史はやっぱり歴史が、歴史は面白いです。で歴史のことをしたら日本人の地位っていうのがすごい分かってくるし、もうね、なんかやっぱりこうその人たちの反省をもとに
なんかね、自分はもっとこうやっていけなくちゃいけないなとか考えるところがあると思うんですよね。で、新選組って特にそういう部分が大きくて、幕末ってすごい近いんですよ、今の現代と。めっちゃ昔じゃなくて、すごく今に近い感覚があって、しかもこの新選組に私が惹かれるのは、やっぱりその自分たちがこう何かを身分もない、ね、武士ではない、もともと百姓の生まれやったり武士であったとしても、すごく下級武士で、自分の生きる存在意義っていうのをこうがむしゃらにこう探そうとしていたような感じがあって、で新選組の局長は近藤勇。この人も、多摩の百姓のせがれ で、自分が自衛官っていう道場の、天然理心流っていうところの道場の近藤先生のところに、養子に入って、でそこから始まるんですよ。で彼らがそうやって、まあ、土方さん、あ、この人が土方歳三をやりますが、この土方歳三っていうのは自分の家でこう薬売りやったり、こう奉公に出てもうまくいかへんかったり、ちょっとキザでね、かっこよくてこう、ね、女ったらしでみたいなねところが土方歳三っていうのがあって、でも彼もその自分の友達やった近藤勇とともにこう行動し始めるんですよね。でこの近藤勇っていう人がやっぱりなんかこう人間的にね、こう人を引きつけるとこがあったんちゃうかなと思うんですけど、そこにいろんな山並圭介とか、原田三之助とか、東堂平助とか、長倉新八とか、そういう源さんとか、沖田とかね、もちろん沖田総司とかこう寄ってきてみんなでこうその新選組を作るわけですよ。で新選組ってその後こう大きい組織になっていって、人数もいっぱい増えていくんですけど、でも主軸動かしてるのはそのメンバーなんですよね。でこの 仲良しって言ったらあれですけど、みんなが志若者で行けみたいなやった、そのもともと近藤さんの後元に集まってきたこの人たちがこうああだこうだ思いながらこの組織を築いていくっていう。でこの新選組ヒーローズっていうのはどっちかというとテーマ的にその組織のあり方というか、組織がこうどうしてこう崩れていくのかとか、じゃあ組織と個人は、どういうふうにこうバランスを取らなきゃいけないのかとか、まあ、そういう部分がちょっと裏に流れている作品なので、まあ、オズメイドも通じるわけですよね。劇団っぽいところ、そうそう、みんなでこう集まって一つの志を持ってやって、でもそこでその劇団の方向性がもう、ね、いいのか悪いのか、こっちとこっちに動いていったりとかするわけで、そこに、みんなの仲間内の中でもいろんなこう、ね、気持ちが動いていってっていうところで、この人たちが、すごく問題なのはやっぱりその頃の日本っていうのがね、鎖国してましたよね。日本って鎖国してた日本に、開国を迫ったペリーがやってくるわけですよね。で、日本人がうえーってなってびっくりして、じゃあ開国するのか、攘夷ですね、打ち払う開国か尊王攘夷って、尊王っていうのは天皇を立てるっていうことなんで、尊王と攘夷っていうのは尊王攘夷って一つの言葉になるんですけど、でも本当は尊王は天皇を敬う、尊王攘夷っていうのは外国の人たちを打ち払って、っていう、だから天皇を、立てて外国を打ち払うっていうのが尊王攘夷なんですね。で、開国論者もいたわけで、開国っていうのは、元日本をこう開国するって、でも開国の中でも単に開国しようと思ってたんじゃなくて、一旦開国して外国のそのねすごい技術を学んで、で日本が強くなってからもう一回ちゃんと戦うならその時に戦わないとって思ってた、まあ、勝海舟とか、まあ、龍馬もそっちの、ね、考えにこうなっていくんですけど、龍馬は本当にいろんな考えがあるんで、単純に開国とか単純にこう攘夷とかっていう気持ちなわけではなくて、龍馬もこう人生の中でいろいろ動いていくんですよね。で、私たちがこの新選組にすごくポイントを置いているのが大河ドラマ三谷さんの新選組、皆さんご覧になりましたかね。今でもすごくファンの多い香取くんが近藤勇で、山本浩二が土方歳三、
ってやられたこの新選組びっくりマーク、あの三谷さん私めっちゃ好きなんですけど、やっぱすごく三谷さんって幕末めちゃめちゃ詳しくて、もちろん他の歴史も詳しい方なんですけど、幕末のその描き方が第1話から龍馬と桂小五郎と新選組の近藤さん土方さんがこう一緒になってね、黒船を見に行くってね、そんなで、あれ賛否両論やったんですよ。なんかそんなわけないやんかみたいな、その敵同士もうちゃんちゃんバラバラするその人たちが、あの龍馬なんか暗殺されたのは新選組大使やっていう説が最初で根強くあったみたいなんで、だからそういう人たちが最初になんで集まんねんみたいな、って感じから始まったんですけど、でもあの時代ってほんまにそうなんですよ。だからその時あのほんまに敵味方ってなってるんじゃなくて、本当にみんなあのペリーが来航してから、そこまでは別に敵対してるわけじゃないし、ペリーが来航してから、だんだん気持ちそれぞれの藩だったりそれぞれの志士たちが動き始めるので、決してそれはあのもしかしたら出会ってたんじゃないかっていうね、あのいやもう出会ってたか出会ってないかはその歴史のね、向こうにいてみないと分かんないけど、でもその時絶対その場所におったとか、ね、ペリーがそこにやってきたと、そこに興味を示したんじゃなかろうかというのは、ね、合ってるんじゃないかな。私はだから三谷さんの描き方すごい好きなんですよね。はい、だからこっち、私たちもその新選組の、大河ドラマのような感じのミュージカルみたいな感じで思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、私たちなりのちゃんとしたこうしっかりしたテーマをやっぱりあのさっきも言ったけど、この組織っていうのはどうあるべきなんかとか、誠誠ってね、新選組は誠の旗を掲げるんですけど、ね、人間の心の誠って、そう彼らがこうね貫こうとした誠ってなんやとか、それをこう彼らの姿を通して自分の誠ってなんやろうみたいなね、そういうのもちょっと考えてもらえたら嬉しいなと思いますし、あのどっちかというと本当にオズメイトとしてはあのすごく単純明快に楽しめる作品だと思いますので、あのぜひ皆さんそれを楽しみに、ここのしかもシアターでやるんで、初めてやね、シアターでやるの、うん、はい、シアターでがっつりやりますね。みんな好きなんですね、この作品。結構そう、うん、好評で、朝日のアンサンブルの子たちは、うん、その間に新人公演彦一なんですけど、こちらも11月にやります。はい、彦一、皆さんアンサンブルの顔って覚えていただいてますでしょうか。めちゃめちゃ頑張ってたんですが、今回はこのさゆきちゃんが彦一で、これが古天狗宮城です。で、弥生さんっていう庄屋の娘さんが晴れなちゃん、音晴れなさん、音晴れなさんで、この優香、ひまり優、あ、ひまり優ひまり優が、おみよっていう役をします。そしてこのみくさん、みくちゃんが、弟天狗をします。はい、で今の5名で、ミュージカルを作り上げていきます。昨日初めて歌えり本読みだったんですけど、めちゃめちゃ頑張ってたので、すごい面白い作品ができるんじゃないかと思います。だから彦一は11月、でこちらのヒーローズは2月3月、だからここまで、もう今からも、またしても動いていくわけなんですよ。だからもう譜面コピーして、もう歌える本読みが始まるので、その様子から皆さんにどんどんとお届けしていきたいと思っていますので、オズメット TV で、はい、オズメット TV で、あのオズメット TV でやっていきたいと思います。新選組って本当にこの機会に皆さん、あの幕末とかをちょっと知ってもらえたら、あ、もちろん知ってる方もちょっと久しぶりにこう新選組のね、面白さって言ったらいいけどね、新選組ってほんまになんか逆賊みたいな感じだったんで、ずっとなんかね、世の中が変わっていったらこの人たちってすごく悪者やったんですよね。で、ある時期からだんだん変化していって、で今はアニメとかになってすごい人気が高いんですけど、でも私は史実の彼らがすごく好きなので、あの私がなんでこの史実の彼らが好きなのか、いやもう人間面白いんですよ。だからハマっちゃうんですよ。うちも新選組ほんま好き、うん、だからこれヒーローズ歴史苦手だったんですけど、ね、うん、あ、そうそう、歴史苦手でも、あ、そう、子供がめちゃ、子供めちゃ好き、ね、新選組はめっちゃ好きです、ね、はい、だからぜひ、はい、モズ、ね、の作品はみんな子供たち、ね、いつも私もなんかみんなね、鬼でもね、そうそう、鬼でも大好きやから、はい、もうぜひこのヒーローズを楽しみにしておいていただけたらなと思います。、はい、それではまたあの順番にまた上げていきますので、はい、ぜひご覧ください。本当にこれから私たち、そして、私たちは海外に向けても指導していくので、そちらの様子もいろいろ
出していきたいと思います。皆さん応援ありがとうございます、ね、そして応援お願いします。ありがとうございます、はい、それではまた皆さんミュージカルカフェお越しください。